重度普及のために日本から渡米しているんですけれども、その後武者修行のためヨーロッパ諸国中南米に渡り、最後はブラジルに定住しています。さあ、そんな強かった一人の男でございますが、意外な一面もございます。世界最大の熱帯雨林地帯、南米アマゾン。その河口に位置する町ベレンに、ある人物の名が語り継がれている。コンデ・コマンはこの町に柔道を伝えました。そしてまだ日本人の少ない時代に領事のような役割を務めていました。彼のことはこの町のみんなが尊敬していたように思います。コンデさんが初期の頃に移住者のためにですね、いろんなことをしてくれなかったら、移住者が根付くまでにはいろんな問題が、もっと大きな問題が出てきて、回り道しなきゃいけなかったと思うんですね。ですから恵まれたんじゃないかと思いますね。そういう人がいたおかげで、このアマゾンの日本人の移住者たちってのは20年近くにわたる他流試合の果て、コンデ・コマこと前田光代はここベレンに永住を決意。アマゾン流域への日本人移民にその後半生を捧げた。まだ日本の領事館がなかった昭和の初めに、前田は自ら施設領事を務め、移民と開拓に力を尽くしたのである。死後60年経った今なお、現地の日系人は彼をこう呼ぶ。日本とアマゾンの架け橋。柔道実力日本一の実績を引っ提げ、裸一貫で世界に飛び出した前田光代。だが世界最強の格闘家という称号を勝ち取りながら、なぜか彼は一度も日本に帰国することなく、柔道とは無縁に思えるアマゾン移民事業に生涯を捧げたのだ。職民は一両年にして栄華の実を結ぶものではないので、小生の死体が墓の下に朽ちて白骨となった頃、この辺りに日本人前田コンデコマの墓標はあるはずだと、繁栄した同胞移民の手で苔の生えた小さな墓標が探し出される日があることを信じる。その時、小生の霊魂は不滅に残って自分の信念が貫徹されたことをどんなにか喜ぶであろう。柔道家前田光代がアマゾン移民にかけた最後の夢とは何だったのか。そしてふるさと日本を遥かに離れた異国の地で、なぜ彼は己の人生を終えねばならなかったのだろうか。世界最強の柔道家にして、アマゾンと日本の架け橋、前田光代の波乱の人生。この番組は暮らし快適ハーモニーのタイガー魔法瓶、ライオン、ニプロ、ノエビア、アサヒビールとご覧のスポンサーの提供でお送りします。本物のうまさ、それがスーパードライ。徹底したそのお返却ください。中村さん、そろそろ行きましょうか。はい。お母さんと赤ちゃんを結んでいるへその緒を臍帯と言います。その中にある血液が白血病などの新しい治療法に利用され始めています。臍帯血使ってくださいね。この臍帯血を採取保存する技術でニプロがお手伝いしています。赤ちゃんもお母さんもへその緒も元気ですよ。その技術は人のために。ニプロは日照のブランドです。森と海の化粧品、ノエビア。ステーキを美味しく焼く。では先生、一押しの焼き方を教えてください。はい。一押し。お、これが一押し、波形プレート。熱を逃がさず余分な油を落としてソフトに焼き上げる。うん、先生また腕上げましたね。おかげさまで。うん。で、平面プレートは金属ナイフも使います。タイガーホットプレートもう一枚。今抽選で松阪牛が当たります。タイガーです。
世界一強い男と言われた前田光代こと今出駒でございますが、その人生を簡単にまとめてください。はい、前田光代さんは明治11年青森県生まれです。本名は秀代と言います。18歳の時に上京し、翌年には講道館に入門、26歳の時には柔道普及のために渡米しています。その後ヨーロッパ諸国中南米に渡り、44歳の時にブラジルベレンに定住しています。その後イギリス人女性と結婚し、53歳でブラジルに帰化、亡くなったのが昭和16年62歳でした。ではこの辺りからどうぞ。大隈重信と板垣退助が日本最初の政党内閣を設立。近代的な国づくりが着々と進んでいた明治31年正月、東京小石川の講道館である事件が起きる。月例勝負に初めて登場した白帯の青年が、立ち向かう黒帯を片っ端から投げ捨てたのだ。向かう者も出る者も何の苦もなくポカンポカンとやられ、審判者より一本の連発の声のみ高かった。続いて後の所有者もことごとく総なめで全員敗退。三本勝負で勝ちっぱなしのレコードを作った。有段者を立て続けに撃破し、圧倒的な強さで周囲の度肝を抜いた二十歳の若者こそ、後に本出駒の名を世界中に轟かせる前田光代だった。衝撃のデビューから3年後、前田は三段に昇格、講道館のトップクラスに名を連ねた。この頃は一番強い人が六段でですね、この三段というのはもう立派な指導者としてね、通用していた、そういうぐらいの実力があった。今の三段とはちょっともう格が違うようですね。やがて実力日本一という声が23歳の光代の周囲でささやかれるようになった。ところが当の前田は道の真ん中で酔っ払った軍人と衝突して投げ飛ばす。電車の中で態度の悪い男を見つけると無礼者とぶん殴る。行き場のない不満をぶちまけるような喧嘩三昧。一体どのような思いがこの若き柔道家を駆り立てていたのだろうか。岩木山を望む東北の古都青森県弘前市。明治11年、農家の跡取り息子として生まれた光代は、幼い頃から周囲の目を引く存在だった。小学生ですでに俵に票を担ぐ怪力の持ち主だったのだ。近所の相撲大会で無敵を誇る光代少年を人々はこう呼んだ。相撲っ子。しかも彼の成果は十数代続く地元で有数の将棋だった。金と力を兼ね備えた無敵のガキ大将前田光代だが、地元の名門中学に進んだところで光代の快進撃は壁に突き当たる。士族の子供が4分の3を占めるその学校で彼は知った。いかに金と力があろうと己の身分を変えることはできないという現実。伸び悩む成績、急増する遅刻の回数。2年生の時、ついに光代は留年処分を受ける。光代が家族の反対を押し切って単身上京したのはそれから間もなくだった。東京ならもっと上に行けるはずだ。ところがやっと見つけた講道館柔道という居場所でも事態は何一つ変わらなかった。焼け酒を飲むたび光代はつぶやき続けた。大陸に渡って馬賊か海賊になりたい。上京から8年目の明治37年、講道館の創始者加納治五郎がそんな光代に声をかけた。アメリカに行ってみないか。柔道を世界に広めようと加納がアメリカに派遣した山下義明に、時の大統領セオドア・ルーズベルトが大感激。新たな柔道師範の派遣を求めてきたのだ。アメリカなら身分は関係ない。加納の誘いに飛びつく光代。
しかし渡米には条件があった。アメリカでの生活費は全て自前で用意しなければならなかったのだ。光代は郷里弘前に向かった。8年目にして初めての里帰りだった。やがて東京に戻ってきた時、光代のカバンの中には1万2000円の大金が詰まっていた。日露戦争勃発から半年余り後の明治37年11月、騒然とする国内を後に旅団に昇格した前田光代は、先輩富田常次郎と共にアメリカへと旅立つ。25歳の時であった、時代は明治でございますから、何かまだ日本という国が世界に知り渡っていないということで、まあ、ちょっとこちらご覧で、前田さんばっかりではなくてね、いろんな方たちが行動官の鹿野次五郎さんによって派遣されているんですが、前田さんがアメリカに渡った後、イギリス、フランス、インドにまで派遣されているんですね。日本の PR ってことありましたかね、メンバーさんね、うん、当時はみんなその今の若い人たちよりはずっと国っていう概念が強かったと思うんですね、一人一人抱えてます、ですから前田光代なんかその海外出るときはもう日本の国を背負ってるような感覚っていうのもすごく持って出てったと思うんですけどね。だけどまあなんか小さい頃からガキ大将であったみたいな、そういう人なんですかね。猪木さんもそうでした？いや、私はおとなしかったんですよ。ここからどうですか？喧嘩をしたことがない。相手がいなかったでもまあ日本の中では敵がいなくなっちゃったわけですからね、海外へ出てくってのも分かるんですが、ただこの後ちょっと苦労があるようでございます。じゃあ続けましょう。ニューヨーク近郊ウエストポイント陸軍学校、明治38年の初め渡米した前田と富田はここで海外最初の柔道講義を行った。しかし学生たちの反応は鈍かった。柔道の乱取りを曲芸としか受け取らなかったのだ。たまらず光代は呼びかけた。誰でもかかってきなさい、相手になってやる。名乗りを上げたのは学校のレスリングチャンピオン、身長164センチの前田よりはるかに大きな巨漢だった。その巨体を軽々と投げ飛ばす光代、一本勝負あった。光代の楽勝だった。だが学生たちは何事もなかったかのように応援を続ける。彼らは柔道のルールを知らなかったんだ。それならば参ったと言わせるしかない。光代は相手の下になって締め技をかけた。すると日本人負けた負けた。二人の試合をレスリングのルールで見ていた学生たちは、技をかけるときに床につけた光代がフォール負けしたと判断したのである。さらに翌日、新聞を開いた前田の目にこんな見出しが飛び込んできた。日本第一の柔道家は昨日ウエストポイントの試合で散々な目に遭わされた。意気揚々と乗り込んだ矢先に喫した致命的なつまずきだが、運命は彼を見捨てなかった。日本軍連合艦隊、ロシアのバルチック艦隊を撃破。まさにその時、東洋の小国日本は世界有数の大国ロシアを破った奇跡の国として脚光を浴びたのだ。これだ。翌日、ニューヨークのとある道場に前田の名前で看板が立てられた。いかなる種類の格闘技とも対戦する。柔道の威力を納得させるには多くの人々が見守る前で見間違えようのない勝ち方をするしかない。光代は公開での他流試合を呼びかけたのだ。数日後、光代は身長182センチ、体重113キロの巨漢プロレスラーと向かい合う。誰もが前田の負けを確信した。しかし、詰めかけた人々が目にしたのは、子供のように投げつけられた挙句、関節技を決められ、痛さのあまり
涙を流す巨漢レスラーの姿だった。光代は一躍ヒーローの座に駆け上がった。続々と名乗りを上げる挑戦者たち。日本、そして講道館柔道の名にかけても逃げるわけにはいかない。光代の果てしない他流試合がこうして始まった。プロレス、ボクシング、フットボールの選手。アメリカからヨーロッパへと戦いの舞台を移しながら、連勝街道を突き進む柔道王、前田光代。そんなある日、光代は日本一の柔道家を語るインチキ興行師の噂を聞きつける。彼はその男と戦って懲らしめようとした。とはいえ、相手があの前田光代だと知ったら、戦う前に逃げてしまうに違いない。そこで彼は偽名を使うことにした。光代が日本に送った手紙をまとめた柔道武者修行という本にこう記されている。なんと変名したものかと考えたが妙案が出ない。これは困る困ると考えて、前田困るはどうだと自ら吹き出したが、語呂が悪いで困るのるを除いて単に駒と呼んでみた。ところがスペイン人のチキラが混んで伯爵という尊称をつけて僕をコンデコマと呼ぶことになった。勝負には百戦百勝する伯爵の尊称を加えても恥ずかしからぬというのだ。アメリカを皮切りにヨーロッパ、キューバ、そして中米、メキシコへ、世界を股にかけて活躍する光代の毎日はまさに伯爵という名にたがわぬものだった。本場仕立てのコートに身を包み、泊まるホテルも超一流。連日のように催される市長、知事、大統領との晩餐会。伯爵は世間でつけてくれたもので、僕自らつけたのではない。とにかく尊称は尊称だ。大いに柔道を紹介し、キューバ、メキシコ人を感化した功により、公爵にはいつなるのか、一つ公爵を請求しようと思う。5年にわたる他流試合の末、弘前の相撲っ子前田光代はついに伯爵と呼ばれる男になった、うん、まあこんなもんですかね。当時の柔道っていうのは世界にわからないもんね。ただ投げただけで勝ったとは世界の人は認めなかった。どうですかリーダー。コンデコマっていうのがそういうね由来できてるとは思わなかったですね。あ、名前の方ね、コンデコマルだったのね。猪木さんね、そうやって有名になると結構あれですね、お金もかかりますわね。ああいう一流ホテル泊まんなきゃいけない、やっぱり見てくれから行かなきゃならないっていうところがね。当時はやはりあの民族っていうのをプライドっていうか、うん、さっきもちょっと話ありましたけど、そういうのをこう背負ってた、こういうこうオーラっていうかエネルギーが出てたような気がするんですけどね、うん、だからその日本人の代表として恥もかけない、うん、だから精一杯頑張ってる。いい顔してますね、写真とか見るとね、うん、そうです、うん、さあまあというコンデコマ前田光代でございますが、その後どうなっていくか、じゃちょっとお知らせを入れさせていただきます。世界初のお知らせです。スーパートップが新しくなりました。世界初の低温パワフル酵素が入ったんです。冷たい水でもしっかり働く酵素を世界で初めて配合、汚れを芯から分解します。さすが低温パワフル酵素、酵素の白ますます白く。低温パワフル酵素のスーパートップ。ライオンから。炊きたてで炊いたご飯はなぜこんなに美味しいか。秘密はお釜の底。IH の火力とダブルの対流でご飯の旨味還元糖を引き出すから。やっぱり炊きたてね。タイガーアイスチャー炊きたて。タイガーです。すぐお茶入れるから。お湯切れ。こんなことがないようにタイガーは見やすい光る水量計。よし、タイガー電気ポット。お茶の葉が。ごめんね、休みの日に。全然問題ないですよ。車だから送るね。先週買い替えたの。チーフの車ってまた輸入車ですか。No. その新しい日本車はトヨタのプログレ。コンパクトなボディに最高級の質感と広いキャビンを目指しました。余裕でしょう。余裕です。そう、大
人一人に新発想の車を、トヨタから。車が未来になっていく。世界武者修行を続ける前田道夫その後です。場外へ出ると出口に待っていた見物園は我も我もと握手を求める。前田氏は慣れたもので、良い加減に切り抜けて自動車に飛び乗る。一度帽子を振ってコンデコマ万歳。美人軍の一団は帽子に刺した花束を抜く取って自動車へ投げつける。いる男も骨折りだ。今日の勝負の噂でメキシコ全市は一時休息の姿になった。都市空権の渡米からわずか5年、欧米に無敵の柔道家の名を轟かせたコンデコマこと前田光代。現地の日本人に声をかけられたのはその頃だった。前田さんが来てくれてから、お前はコンデコマの国の人かと言って尊敬されるようになりました。明治の中頃から大勢の日本人移民が希望を胸にアメリカ大陸へと渡っていった。しかし彼らを待っていたのは奴隷同然の扱いだった。海外で苦闘する日本人移民にとって光代の活躍は大きな心の支えとなっていたのだ。外国にいては単なる勝負、前田が勝ったとは言わない、あの日本人が勝ったというのだから、自分の行動は常に日本を代表しているものと思わねばならぬ。自分は故国のためにも負けられないのだ。世界一の柔道家に加え、日本人移民の希望の星となったコンデコマ。これなら大手を振って日本に凱旋することができる。ところがその時、思わぬ噂が飛び込んでくる。日本の柔道関係者たちはコンデコマの活躍を快く思っていないというのだ。講道館では前田のように他流試合を行って柔道を見せ物にすることを固く禁じていたのである。恩許可なくして肘を他言し、あるいは他剣なしまじき候ごと。お金のために柔道をやるのではないというのがもう今でもそうですけど基本的な精神でしたから、それに対しては相当批判が出たんじゃないかと思います。今帰国したところで誰も自分の業績を認めてくれない。再び他流試合で各国を巡る日々が始まった。とはいえ光代の他流試合に観客たちも飽きてきている。そして無敵を誇った光代もすでに30の半ば。少しずつ衰えが忍び寄る。リウマチのため時々片手に力が入らない。毎日の稼ぎも下降線をたどっている。初めての土地へ、まず第一等のホテルに泊まって、金もないくせ。一週間も経ったらそっと宿替えして安いところへ移ろう。当座は殿様で大束を決め込まざるを得ない。一人の日本人移民が訪ねてきたのはそんなある日のことだった。コンデさん、どうか私たちを助けてください。昭和40年代に入り、アメリカをはじめとする各国でにわかに排日の機運が高まった。メキシコでも日本人移民を社会の敵とみなすようになったのである。海外での成功を夢見てふるさとを後にしたものの、言葉も通じぬ異国の地で途方に暮れる日本人移民たち。帰るに帰れない。移民たちの追い詰められた姿は光代にとって人事で済まされる問題ではなかった。光代は答えた。よし、俺に任せておけ。再び他流試合で各地を巡るコンデコマ。だがその行き先はそれまでとは異なっていた。
キューバ、ガテマラ、そしてブラジルへ。排日するところには行くな。必ず中南米諸国中どこかに我々を歓迎し、また安住しうる地あらぬ。そして大正4年、37歳の前田光代は巨大な水の流れと巡り合う。世界最大の川、アマゾン。統治よりアマゾン大湖を逆行し、隣州アマゾナスの主婦マナオスに向かいたる時、池ども池ども人家まれにて、洋々たる水と防爆たる森林のみ眺めて、こここそ神は我ら大和民族のために残してくれたる世界中ただ一つの発展安住の地たるべしと深く印象づけられた。日本人のアマゾン移住に全てをかけた前田光代の第二の戦いが始まった、当時のことをちょっと調べてみますと、これだけ出てまいりました。明治中頃から日本人が世界に土地を求めて出て行ったんですけれども、その行った先々でこのように排日運動が高まっていきました。この状況を目にした前田さんは日本人移民のために活動していこうとしたんです。井口さん多少詳しいですね、この辺りはね。まあ私も移民したんですけど、私の頃はまあそういうあれはなかった、まあ、戦争の後の勝ち組とか負け組のねあれがありました、ただまあ当時いろんな話を聞くと、なんでしょうね、やっぱりあの差別っていうのはすごく大きかったんじゃないですかね。その中で結構日本人って器用であるし、働き者であるしっていうかね、まあ、そんな中でですから、前田さんとすれば一つ自分の使命感みたいなものに燃えたかもしれませんね。でこっから彼はこっちにこう力を注いでいくということになってくるわけでございますが、さあそれじゃあその後を見てみましょう。大正11年、43歳の光代はアマゾン河口の港町ベレンへの永住を決意。現地のイギリス人女性と結婚し、ドイツ系の少女を養女にもらい受けた。白い背広にネクタイ、カンカン帽子の清掃に身を固め、移民実現に向けて奔走する国際人コンデコマはたちまちベレンで誰知らぬもののない名士となった。彼は自らを交渉していた施設領事。その頃光代が日本に向けて発した手紙の一つが雑誌柔道に掲載されている。来たれアマゾニアへ。赤道直下といえば焼け焦げるような暑さと思うでしょうが、10年以上の私の経験では日本の真夏のような暑さは一度も感じたことはありません。実にしのぎやすいところです。我が民族の発展地にこのアマゾニアなりと死ぬまで叫びましょう。アマゾン開拓を進める光代の働きかけは予想以上に好意的に迎えられた。折しもサンパウロ近郊への移住が成功したこともあり、日本側もアマゾン流域の開拓に乗り気だったのだ。光代が移民活動を始めてから7年目の昭和4年、ついに第1回のアマゾン入植が実現する。43家族、総勢189人の日本人移民を光代は自らリオデジャネイロに出向いて迎えた。移民団の真ん中で誇らしげに胸を張る48歳のコンデコマ。勝負の真理は正道に従って進むことである。アマゾン進出もその正道によらねばならない。私の柔道勝負に臨む時の覚悟と同じものである。我々は競争の敗者となってはならぬ。アマゾンには農民を悩ます例外はない。アメリカやメキシコのような排日思想もない。しかも土地はいくらでもある。必ずや開拓は成功する。勝利への確信を胸に前田光代は300キロ上流の入植地トメヤスーに向かう移民団を見送った。
数ヶ月後、光代は予想だにしなかった情景を目にする。気の身気のままでボロボロにやつれ果て、続々とベレンに舞い戻る日本人移民たち。難航する開拓と思うように収穫を上げられない苦闘の日々の果て、体力の弱った移民の上にアマゾンの風土病マラリアが襲いかかったのである。自分の農作物が生産しても結局採算が合わんでしょ。で問題はその風土病のマラリアね、女の人が割合心配したんです。妊娠してる人が余計かかってね、だいたい1週間でもういいか悪いか勝負ついたんだ。悪くても1週間でもう亡くなりよったからね。生活もあったけど国水病風土病でみんなやっぱり嫌になったんでしょ。苦しくても負けちゃダメだ、ここが理想の大地になるまで踏ん張れ、日本人の誇りを持て。残った移民を必死に激励するコンデコマ、2000試合負けなしという不敗神話を築き上げた男の背中に敗北の重い二文字がのしかかった。そんな簡単にはいかないんですね、猪木さんね。ねえ、まあ、ここにこんな数字が残ってるんです。その止め安植民地におけるデータがこちらです。昭和4年からの入植者数は2104人、そのうち 86.8% の人が止め安を離れてしまったんです。ねえ、ミルさん、これはまあ今の我々から考えると想像もつかないかもしれないけど、前田さんって人はすごい責任感というか強い人ってそうですよね。ガキ大将とかってすごい面倒見がいい、うんうん、なんかそういう一面がね現れてるんだなと思います。京子ちゃんどう思いますか、ね、人には絶対勝ったけど今度の相手は自然だったり、そうだ苦しいですね。負けたことない男の人が負けるときってどんな気持ちなのかと思うと、京子さんはどう感じますか。アマゾンって僕も一回ロケで行ったんですけどすごいとこですよね、うん、この後はちょっと僕早く見たいんですよ。ああそうだった、申し訳ございません。見たいですよ、うん、この頃になるとこっちの戦う方はどうだったんですか。試合というのはもうこの頃はやってないんですね。そうですよね、もうどちらかといえばこの入植者のための人生ということになってるんでしょうが、さあちょっと肥後さんお急ぎですがもうしばらくお待ちで、ちょっと一回コマーシャル。みんなお昼だよ。はい、ハンドル付き。はい、スリムタイプ。はい、ボール付き。で、弁当は？あちゃ。サハラがあればそれでいいのだ。練習再開。コッププッシュ栓はもちろん、内瓶も抗菌加工になっていつも清潔。いろいろ選べるサハラです。タイガーです。これがスーパープレミアム、富士山の天然水で作ったビールです。だからしっかりうまい。アサヒスーパープレミアム、今こだわりの一品が当たるキャンペーン実施中。毎日節約、毎日やりくり、自分のビールぐらい好きなの選んでも、それはわがままというものだわ。優しくしなやかな飲み心地、アサヒファーストレディ、マイチョイス。新しいソフラン C は？着るものみんな肌に優しい柔らかさ。肌に優しいソフラン C。ライオンから。歯茎がうずく。腫れる。そこでデントヘルス。指で直接塗る。早く染み込み確かな効き目。歯茎には歯茎の治療薬。デントヘルス。人の健康を守っているのはやっぱり人です。だから医療機ももっと高度に、もっと優しくなりたいと思います。私たちニプロは最先端の技術で常により良い医療機を目指しています。その技術は人のために。ニプロは日商のブランドです。世界一強いと言われた男が何か一つ自分の使命を見つけてそれに挑んでいくんですが、ちょっと挫折仕掛けております。どうなっていくでしょうか。晩年です。
昭和6年、53歳の前田光代は日本の友人に宛ててこんな手紙を出している。老人になったよ。けれどもここまで数千人相手に勝負しているから元気は盛んだ。ご安心を願う。しかしその一方で、港の桟橋にポツンと佇む光代の姿があった。一人また一人と上流の開拓地から逃げてくる日本人移民を迎える毎日。光代が先頭を切って進めた富安の開拓が依然として難航していたのである。ベレン出てきまして、コンデさんにところへ病気のためにベレン出てきましたって言ったら、お前もかってこう言われるんですよ。仕事するとこ探してくださいって言ったら、しょうがねえなっていうのを言って指定されたのが金物会社で、そこのところへ、行って働きなさいって言って、その翌日からそこへ働くようになりました、ね、同じ頃、光代は大好きな酒を飲むことを医者に禁じられる。重い肝臓病に侵されていたのだ。頑健だった体を容赦なく蝕む老いと病。そんな中でも光代は歯を食いしばり続けた。バカに自分の気に入りましたから、ここを永住の地と定め、もはや日本には帰りません。どうぞ皆さん元気でやってください。光代はブラジルへの帰化を申請し、ベレンに骨を埋めることを決意する。しかしそれも流れを変えることはできなかった。留安からの脱行者がこの年だけでも25家族119名に上った昭和12年、入植事業を後押ししていた会社からの知らせが59歳の光代のもとに届く。留安への入植は一旦中止とする。昭和14年のとある日、61歳の前田光代はベレン市内にある一軒の家に足を運んだ。訪問先は開発青年団の副団長平賀蓮吉37歳。7年前、難航していたモンテアレグレの開拓を引き受け、見事成功に導いた男だった。その平賀に向かって光代は口を開いた。どうか富安に行ってくれませんか。息子ほども年下の平賀の前で光代は両手をつき頭を下げた。勝利のみを求め続けた男が生まれて初めて人前で見せた敗者の姿だった。翌昭和15年、62歳を迎えた光代のもとに一通の手紙が届く。皇居で開催される皇妃2600年祭への招待状。アマゾン植民に力を尽くした光代の功績が日本に認められたのだ。しかし光代の返事は、妻が内地へ帰る費用があったらそれで家を建ててくださいという。家族の前途を思うとその方が良いと思うから、帰国は先に延ばして家を建てることにした。帰ろうと思うことをコンデさんは考えなかったんじゃないかと思いますね。やはりそれどこじゃなかったってことですね。移民が入ってきてまだ安定してない時期にですね、そういう人たちをのことを考えずに自分だけが帰るっていうのは、だからやはりちょっと帰りたくても帰れなかった事情はそういうところあると思いますね。2匹を飾って帰ろうというような気持ちは誰でも持ってるんじゃないかと思うんですよね。小根さんの晩年はそのアマゾン開拓事業が成功した時代ではなかったんです。非常に一瞬の錯誤の時代でアマゾンの日本人の開拓する世界に
残された唯一の別天地で、非常に、すごい素晴らしい土地だというようなイメージを皆さんに持たせることができなかったんじゃないですか、ね、自分が行く時期ではないんじゃないかというように考えられたんじゃないかと私は想像するんだね。ベレンの人々がある光景を目撃したのはそれから間もなくだった。愛用のロッキングチェアに座り、日本から誰かが持ってきた大衆小説を飽きることなく読み返す前田光代。その方には大粒の涙が幾筋も流れていたという。それから1年後、光代は病気で衰弱し、ベッドから起き上がれなくなった。人が変わったように無口になっていた。たまに口を開いても出てくる言葉は日本語ばかり。海外しく世話をするイギリス人の妻も戸惑いを隠せなかった。そんな日々の中で光代は何度も同じ日本の言葉を繰り返し口にしていたという。昭和16年11月28日、前田光代、肝臓病のため死去、享年62。香辛料ピメンタの栽培が成功し、開拓地トメヤスに暮らす日本人が豊かになったのはそれから数年後のことだった。と、日子さん、こういうことだったんだ。寂しいですね、やっぱりね。日本の水が飲みたかった。ああ、と言ってたらしいですよ。ここは日本語しか喋らなかったんですよね。じゃあやっぱり日本に帰りたかったんですか。と思うんですが、どう思います。京子ちゃんどう思いますか。なんか日本の血ってすごく切なくて強いですよね。でも一度最初に言ってたように、なんかこう自分のお墓はが後で見つかった時に自分のやったことが分かってくれればっていうふうにおっしゃってた言葉が今思い出されますけどね。そうね。美穂さんどう思いますか。あともう少しね、長く生きてらっしゃったら成功を自分の目で確かめることができたんじゃないか、ね、それがちょっと悔しいですよね。あ、そうです、うん、でもまあこういう方がいてね、その後うまくいくようになった、まあ、猪木さんもその流れの中にいらっしゃったんですかね。そうですね、やっぱり移民という体験で望郷の念というか、まあ、前田さんに限らずね、まあ、とにかく一度墓参りをして、うん、そしたら死んでもいいという思いというかね、うんうん、まあ、我々はまあそういう意味じゃね、行ったり来たりできてますけど、今はね、出れば出るほどやはり日本というものが恋しくなるんだと思います、ね。うん、今倉さんどう思いますか。やっぱり帰りたかったと思いますよね、それは。ただやっぱり帰れないですよ。自分が呼んだ人いっぱい死んじゃって、まあ、自分がその彼らが成功する姿を見てからなら帰れたと思うんですけど、うん、やっぱり錦を飾りたかったんだろうなということだと思いますね。世界一強い男がね、これは第二の人生ってことになるんですかね。なんかまた一つ使命を持って生きていくっていうね、これ猪木さんもなんかいろいろ感じられることありませんか。なんかやっぱりああいう戦いを通じて人生観っていうのができていって、まあ、その戦いの延長線上にあるまたもう一つの大きな夢っていうんですか、そういうものにこうつながっていくっていうか、それはよくわかるような気がします。あ、そうですか。さあ、それでは、こちらをご覧いただいてお別れしたいと思います。今から3年前の1995年、ブラジルと日本の修好100周年を記念してアマゾン河口の町ベレンであるセレモニーが開催されました。コンデコマインターナショナル柔道チャンピオンシップ、前田光代のふるさと青森県の柔道家たちがベレンを訪問し、地元の選手らと親善試合を行ったのです。無敵の柔道を日本とアマゾンの架け橋、様々な称号の陰で
本でこの子と前田光雄が抱き続けていたふるさとへの思いは、死後半世紀を過ぎたこの時叶えられたのかもしれません。晩年、地元ベレンの人に柔道を教えながら、光雄は弟子たちにこんな言葉を言い聞かせました。何でも取り入れろ、いつでも学ぶ立場である。前田光雄。